こんにちは。札幌で陶芸家として活動している岩山洋平です。こんにちは。今日はですね、取っ手の作り方の動画が非常に再生回数がよく好評だったので、その第2弾ということで、簡単にできるちょっと変わり種の取っ手の作り方っていうのをご紹介します。それとですね、チャンネル登録者人数がまずの目標だったですね、100人を突破いたしました。登録いただいた方どうもありがとうございます。これからも、よろしくお願いします。目標はまずは登録者人数1000人っていうところを、まず目標にやってますので、これからもですね、よろしくお願いします。じゃあ作業動画入ります。はい、それでは僕なりのですね、ちょっと変わり種の取っ手の作り方なんですけれども、このようなですね、ちょっとこう なんていうんですかね、この真ん中がへこんでいるですね、取っ手の作り方っていうのを取っていきたいと思います。はい、こんな感じで片口中期にですね、このような可愛い取っ手をつけてみました。はい、このような取っ手の作り方ご説明します。この取っ手の作り方は本当に非常に簡単でして、まずは、これはちょっとドレッシングかけるぐらいの大きさの中期なので形は小さめです。なのでとっても、とってもハンドルですね、ハンドル持ち手の部分も、小さいハンドルになります。で、これはすごい簡単で、まず指で伸ばして、次にこうちょっと板でですね形を整えます。はい、こんな感じで表面が綺麗になるように整えます。そうしましたら、これお箸ですね、お箸に、はい、お箸にくっつけます。ちょうど真ん中に来るようにグッグッグッと押していって、こんな感じですね。おっと、ピンとピンと、はい、こんな感じで、はい、ピンと、はい、こんな感じでくっつけます。で、その後に、ちょっとですね、こう見えてるかな、見えてる、こんな感じでクッ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 クと、ちょっとこのようにですね、前後にクックックと転がしていきます。そしてこれを剥がしてやりまして、はい、剥がしたらこんな感じですね。はい、ピンと、はい、こんな感じになります。で、これを、このようにちょっとですね、このように形を整えてやって、で、ちょっと、これですね、ちょっと硬くなってきたら、成形をします。すごい簡単な取っ手の作り方で、もうこれで完成です。はい、こんな感じで、いらない部分は切ったりですね、キューってここ丸めてもいいかもしれないですね。こんな感じで丸めちゃっても可愛いかな。うん、ちょっと柔らかいんで形崩れやすいんですけど、まあこんな感じですね。こんな感じのを作ります。とっても簡単なんですが、今ちょっと適当にピピッと作ったんですけれども、もっとですね細かい、ところに気を使って作っていけば、より繊細なものが作れます。例えば粘土の硬さを気にするですとか、箸にくっつかない、くっつきすぎないようにするですとか、左右がですね、対称になるように
ですね、もっと工夫して真ん中にちゃんと置くとかっていうのを工夫してやれば、もっと丁寧な作りにすればより綺麗なものができます。ただこの作り方非常に簡単なので、なんかこういう変わり種の取っ手が作りたい時なんかは、陶芸教室なんかでどうかなと思い取ってみました。こんな完成品がこんな感じです。はい、ちょっと粘土ついて汚れちゃいましたけれども、はい、それでは今日はここまでですね。超簡単な、取っ手の作り方ということで、このお箸が1本あれば、どこでも簡単にちょっと変わり種の取っ手を作ることができます。この取っ手の作り方は結構可愛い感じになるんじゃないかなと、思います。もしご興味ある方いましたらやってみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。